マーガレット・クッシング、メグ・ホイットマンは、アメリカ合衆国の実業家。元イベ社長兼最高経営責任者。夫は、スタンフォード大学医療センターの神経外科医、グリフィス・ハーシュ4世で、二人の息子がいる。1998年3月以来カリフォルニア州、アサートンに住んでいる。ニューヨーク州ロングアイランド生まれ。コールドスプリングハーバー高校を優秀な成績で、 卒業後、医師を志し、プリンストン大学で物理学と数学を学ぶが、後に経済学に専攻を変え、1978年に学士を取得した。1979年には、ハーバードビジネススクールで経営学習士を取得した。1979年から1981年までは、ブロクターギャンブルに勤務、ブランド管理の経験を積む。 退社後は、ベインカンパニーに8年間勤務し、バイスプレジデントにまで昇進。1989年から1992年までは、ウォルト・ディズニー・カンパニーのディズニー・コンシューマー、プロダクツ部門マーケティング担当シニア・バイス、プレジデントを務め、ディスカバーシの買収や日本における最初のディズニーストアの開店を支持した。 1992年から1995年までは、聖火会社ストライドライトコーポレーションのストライド、ライトチルドレンズ部門社長を務め、1995年から1997年までは、ネット聖火店フローリス、トランスワールドデリバリーの社長兼最高経営責任者を務めた。1997年から1998年までは、 ハズブロのプレスクール部門のゼネラルマネージャーを務めた。1998年3月、従業員数30人程度の規模だったイベの社長兼最高経営責任者に就任。退任する2008年3月までに世界的なインターネットオークション会社に成長させた。プロクターギャンブル、ドリームワークスアニメーション SKG の取締役も務めていたが2009年に辞任した。 2002年、母校プリンストン大学に3000万ドル以上の寄付を行った。寄付金をもとに、2007年秋に寄宿制カレッジのホイットマンカレッジが建設された。2009年9月22日、共和党からの2010年、カリフォルニア州知事選出馬を正式に表明した。2010年6月8日党の予備選挙で勝利し、 同年11月2日の最終選挙で民主党のジェリー・ブラウン候補と戦ったが敗退した。2011年9月22日、ヒューレット・パッカード前任 CEO の退任に伴い、CEO に就任した。ありがとうございます。